アンナプルナ、ネパール語及びネパールバサ語はネパールヒマラヤの中央に東西約5 0トルにわたって連なるヒマラヤ山脈に属する山群の総称。サンスクリットで法上の女神の意味。一方、二方、スリーボン、四峰、南方、ガンガプルナで主方の一方の標高は世界第10位である。アンナプルナの山用はネパールのポカラヤ、 近在のダンプス、サランコットなどから、比較的手軽に見ることができる。ネパールの鎖国時代には、外国人の立ち入りは禁じられていたが、1950年開国直後の6月3日に、モーリス・エルゾーグ隊長期か、リオネル・テレー、ルイ・ラシュナール、ガストン・レビュファ、ジャンク・ジーといった早々たる、第一線アルピニストを揃えた、フランス隊によって、一方の初登頂がなされた。 人類が足跡を記した最初の8000メートル本であり、3年後にエベレストが登頂されるまでは人類が登頂した最も高い山であった。しかし、14座ある8000メートル峰の中では10番目の標高であるが、決して容易な山ではない。北面は常に雪れの危険が付きまとい、南面は岩と氷の困難な大岩壁が立ちはだかっている。 最も登られる北斜面では、初登頂ルートを含む、北氷河を通過するルートで、雪崩が頻発し、雪崩を避けるために両線沿いにルートを取った場合でさえ、雪崩の死者が多数出ている。そのため8000メートル峰の中では最も登頂者が少なく、2012年3月の時点で、登頂者数191人に対して死亡者数は61人に達する。 死亡率が高い理由は、エベレストのような商業登山の対象とならず、難度の高いルート、単独ないし、アルパインスタイル、無酸素による、挑戦の比率が高いことにも起因している。エルゾーグ率いるフランス隊のアンナプルナ島庁に、際して、いくつかの特徴が見られる。テントや、その他の装備に、軽量でコンパクトな化学繊維製品が採用され、ナイロン部隊と呼ばれたこと。 70度もの氷壁を登るというアルプス的登山が行われたこと、時間の関係で、最後はラッシュタクティクスを取ったことである。出発時は、目標の山をアンナプルナにするか、ダウラギリにするかも決まっておらず、その限られた時間で道路を見出し、登頂に成功し、生還できたことは行幸であった。登頂したモーリス・エルゾーグとルイ・ラシュナルの足指20本。 種子10本が東証で失われたことを考えると内容的には失敗に近いものとも言える。この遠征に学んだフランス山岳会は以後の高所登山のあり方を見直すことになる。その成果が5年後のまかる登頂だった。南側から見るアンナプルナ相棒2014年10月15日にアンナプルナ周辺で吹雪とそれに伴う雪れが発生。 43人の死亡が確認された。うち21人がトレッキング中の外国人で、他はネパール人のガイドやポーターであった。ネパールのトレッキングにおける過去最悪の事故となった。ありがとうございます。